話は変わるけど、なんか、俺のとこに結構だから相撲部屋に入りたいんだけど、どこがいいんだとか、どこがいいとやとか、いろんな人がいっぱいこう、相撲部屋入りたいんだけどって、どこの部屋が一番入ったらいいかっていうのを教えてくれた。だからこの YouTube でも本当に教えなきゃいけないなっていうとこはあるけどね、その人間の性格とかさ、やっぱその、いい悪いは別にして、その人その人の性格に合えばいいじゃない。はいはい。こいつはお金に汚いよって言ったら、お金に汚くてもドライな人間だったら別にそれは腹も立たないし。うん、ね。で、今回みたいにその、花田選手だから、花田選手って俺も聞いたことあるけど、もし中学校から入ってたらね、今頃、まあ、貴景勝ぐらいの力士になったかもしれないね。うん、まあ、わかんないけど、まだ大学生だからね。うん、まだアマチュア、アメフト行くかどうかはもうわかんないだろうけど、プロに行くかもしれないしね、こればっかりが。うん、本人の気持ち次第でどうにでもなるし。でも、今は、だから昔に比べたら、やっぱ一生懸命する力士も増えてきてるから、やりがいはあると思うよね。うん、だから一生懸命練習して、やっていって強くなれば、いい親方と二人三脚で強くなれば、うん、うん、まだまだ大関、横綱になれるような逸材だと思うから。でも、もったいないよね。だからもうちょっと整備された、相撲界で、ちゃんと整備して、そういう中で入っていけるような、その、環境をちゃんと作るべきだよね。うちらの同期生、みんなもう、そういう、その、柔道とか、そういうのやってる、その、もうみんなほとんど監督とかやってる人間ばっかなんですよ。年が50過ぎぐらいだから、後輩とかも。だから要はそうやって、やっぱ柔道じゃ体制できないけど、相撲だったら体制できそうだから、相撲部屋入れてみたらどうだと、どこの部屋がいいとかいうのもよくあるんだけどね。うん、面白いって面白いけどね。だから俺の名前を伏せて、それでやってくれとかさ、うん、いいかもしれないね。今回の花田さんに関してはもう各部屋、スカウトはもちろんガンガン行ってますよね。15でさ、はい、15で高菜花を好きで、はい、同じ名前だし、15で入るって言った夢の時にさ、うん、もうなんかその時やっぱ高菜花もちょっと揺れてたんだろうね、もう。うん、入ってたら、どんだけ強くなったかわかんないね。はい、まあ理不尽なことするけど、理不尽なことを我慢できる弟子だったらいいけどね。うん、まだ2年生か3年生か何年生かわかんないけど、まだ大学行ってんでしょうね。それ、相撲行けばいいのになと思うけどね。もったいないなと思って。はい、昔、だから日体大の監督の斎藤君っているんだけど、俺と同級生だけど、はい、俺中学校の時に、こう、中学校卒業した時に、だから、明大中野高校だったんですけど、はい、親方なんかもう、君は黙ってても三役行くって言って、で、握力中学校3年なのに、100以上あるわけですよ。力強い。やっぱ素材が違うなと思ってね。うん、中学校でも常にもう、若菜花ね、うちの横綱のね、言ってたけど、若菜花さんが、だから、いやもうほんと化け物ですよ、って。へえ、うん。中3でもうなんか、もう10円玉をこうやって、ぶちつぶす。10円玉をこうやってぶちつぶすんだって。中3で。え？うん。やってたらまあ、間違いなく上行ってたでしょうね。その人はもう、まあ、大学の、今、日体大の監督やられてるけどね、まだ若いんだしね、まだ、真のアメフトを決めて、いや、相撲取りに行った方が良かったなとか、いう悔いを残さないようにやってもらったらいいかなと思うんですけどね。まあ、あと、だから、うちのとこにね、ある、だから、有名な、はい、名前聞いたら、あーとか言ってすぐわかるような、こう、選手が、ね、俺のとこ来て、どこの部屋に入ったらいいか、って。もうそいつがだってどこの部屋に入ったらいいかって言うってことはそれぐらいの素材があるから言うわけだからさ。うんうん、これ同級生で仲のいい、人間だけどさ。もうそいつが言うんだから、やっぱりよっぽど素材があるやつは黙っててもやっぱりね、関取になるんだろうなと思いながら、名前聞かなかったけどね。まだ、俺もだって、そう聞いて入れたら、俺も責任あるからさ。うん、そうでしょ？一生決めるからね。でもまあ、それに見合ったような、性格に見合った子が入って、将来幸せになってもらえれば、入れた甲斐もあるよね。うん逆がやっぱり多いですもんね。まあ、いや、あそこに入んなきゃよかったなとかね。だからそれがあるから、だから、遺跡も可能にしなきゃいけないし、親方は親方でもっと責任持って、そうやって、みんながいなくなったらもうそれ、もう首にすればいいわけだし、親方を。ね。もう部署が違えば部署が違ってやっていけるわけだし、そういうやっぱもう責任感もそうだし、やっぱ親方になったら親方になったの、やっぱ自分の熱い気持ちとか、やっぱこう継続させる気持ちとか、そういうことをちゃんと持っていかないと、ね、勘違いしてしまうし、違う方向に行っちゃって、今住める人もちゃんといなきゃいけないし、ね、そういういろんな人がいないと、なかなかうまくいかないから、うん、もう、楽しみでもあるけど、やっぱそこまで入れたら入れたで、責任もあるしね。うん、だからそれも、だから今保留にしてんだよね。どうしたらいいかなと思って、自分なりに考えて。で、ね、ここに入れたら、まあ稽古はいいけど、そういう風な親方になるときに苦労するとかさ、ね、親方株はいっぱいあるけど、親方はボンクラだとかさ、うん、親方金に汚いとか、うん、その辺の選別も全部こっち側で全部、もうみんな、どうせ嫌われてんなら、うん、もう嫌われまくろうで、みたいな。もう好かれる必要ないじゃない、もう。やっぱ入ってくる人間に好かれて、うん、ね、これから一生懸命やる人間に好かれて、別に、今いる人間に好かれなくてもいいじゃん。嫌われまくってもいいじゃん。うん、別に。うん、裁判になってもいいし、別に。何もねえんだから。はい、今更疲れてもしょうがないですよね。そうだよ。そうしよう。ね。だからそれも、おいおい、どこの部屋入ったらいいかとか、うん、そういう部屋も、だって自分が現役の時にこいついけすかねえやつだなと思うやつもいっぱいいたわけだし、うん、こいつは、悪いやつだなと思うやつもいれば、うん、まあ今、悪いやと思ったやつが、こう、環境が変わって、うん、感じも変わってるやつもたくさんいるわけだし、そういうのも全部踏まえてね、ちょっとやっていこうよ。